Roppongi Hills。皆さんこんばんは、清水美智子です。こんばんは、三谷幸喜です。なんかさ、この間のヤフーニュース見てたら、市原隼人さんがブログの中でね、モノマネなさってる方に対してちょっとね、苦言をおっしゃったらしいんですけども、まあ、気持ちはわかりますけどね。え、する方として、される方として、される方として、うわ、行ってみて。もうブログ読んでみましたけど、あとは何なの、あんた忙しい忙しいってちょっとそのモノマネも見ましたし、で自分はああいうふうにやってない。いや、それ忙しいはずだったんだもんでもちょっと ね首突っ込むのやめてくれる、なんか知らないけど忙しいならいや、だから分かるんですよ、千原さんの気持ちもね。分かるんだけど、まあでもいいじゃんっていう気持ちもないことはないんですよ。ってことは最もコメンテーターとして向いてないってこと。うん、本当そうですね怖いもんだって。ちょっとじゃあ、渡部さんの、山本高弘さんへの苦言に対してはどうですか。クオリティ低いと、そういう感じでしたねいいじゃんクオリティ低いといえば、鬼奴さんがさ、何やってもクオリティ低いんだけど、めちゃくちゃ低いでしょ。なんであの人ってさ、私モノマネそんなにさ、こう意外と見るほどないんだけど、鬼奴さんのはさ見ていたいんだよね。あれ何なんだろうね、人間が。人柄ですよ、人柄。人柄を見てんの。この間僕見ましたよ、清水さんとダブルモモイ、ダブルモモイやってて、いや、清水さんやっぱ似てるし、言ってることもなんか言いそうなことをおっしゃるじゃないですか。もう面白かったんですけど、横の鬼奴さんはなんでこの人いるのっていうぐらい似てないしそうなんだよねでもだけどいいんですよ、彼女の話聞くと本当に好きなんだよね、私と本当にライバルぐらいに。それが伝わってくるからかな。そうかもしれない。で、本当にカルタもさ、嬉しそうに眺めてる。何を。こんな言葉もあったんだ。桃井さんのカルタね。そう、今売り切れで、どこにも売ってないんですよ。そうなんですか。でテレビのスタッフが調べに調べて、九州に1名持ってる人がいらっしゃったってこと分かってそれでお願いして、そういうことで、じゃあ桃井さんのモノマネする方が使うんだったらいいですよってことで、借りることができたっていう奇跡の。それ桃井さんがやってる、読んでるんでしたっけ。清水さんが読んでるんだっけ。私が読んでるわけないでしょ商売としては私も読んでますよ。本人が全部読んでるカルタなの。本人が読んでるんじゃなくて、百人称じゃないからね。なんだっけ、カルタだから自分の文字で、もうだったら「桃井ハザー」とかそういうことがそれを何、本人が言ってるの。いや、本人の語録を、あいうえおから50枚の50音のカルタにしてある。それが別に録音されてるわけじゃなくて。録音されてません。あ、それいいね私噛んじゃおかしいこの間そのモノマネ番組見てものすごい長かったんですけど、ね、全部見ましたけど、本当何やってんだ僕はって感じしました。忙しいはずですよそれ、いろんなものに首突っ込んでりゃ鬼奴さんがキャサリン・ゼタ・ジョーンズの真似をしたんですよ、歌って踊る、シカゴをね。あれがむちゃくちゃクオリティが低くて、わかる見てないけど踊りとかも下手くそだし、多分あれ最後は本人が歌ってたけど、最初は多分音に合わせてやってたんだと思うんですけど、とにかく踊りが下手で、だけどね許せるし、何なんだろう、かわいいんですよ、それでさ、本人の中でちょっと純粋にやってる、入り込んではいるってことは分かるじゃん。分かる、多分すごくシカゴが好きなんだろうなって分かるし、技能がないだけでね、ものすごく練習したんだろうなっていうのも伝わってくるんで、なんか歌われるもん。そう、うん、歌われましたね。あの人のボンジョビもひどいんだよ。だけどカラオケ行くとやっぱりさ、一番なんか聴きたくなるの。だって声に特徴のある方だから、モノマネが合ってないですもんね。しかも私にさ、なんかごま油買ってきました、喉にいいんですって言うんだけどさ全然説得力ないあの踊り本当すごかったな、何回も見ちゃったもん、録画して。それ忙しいはずですね言っときますよ本人に、喜ぶと思うな。そうそう、あの人何度会ってもさ、なんかこう、性格がいいとはこのことかっていう感じ。まあそうなんだ、おっとりしてるし、なんかこう女性芸人ありがちなさ、こう頑張り屋さんなとこはないんだよね。本当は頑張ってんだよ。ああ、そっか、僕ミラクルヒカルさん大好きなんですけど、いいね、あの方は頑張り屋さん。
頑張り屋さんじゃないですか。この間のあれ見た？笠置静香さん。そう、すごかったですよね。すごかった。ものすごかった。感激しちゃった。もう何回も見たもん。私知らん。それ知らん。そら知らんって。審査員やったら一回やりたいやりたい本当やりたいですよねえ、私は笠置、静子知らなかったんですよ、うん、なさってることをね、うんうん、でひかるちゃんからメールの時に笠置静子より、うん、とかなんか書いてあって、うん、笠置静子と思って YouTube で調べてみたら、うん、まあ完璧な完璧でしょ、うん、ひかるちゃんって呼んでるんですか。ミラクルさんって言ってるかな、うん、あとえお知り合いなの。うん知ってるよよく。本当カラオケ行ったりとか2人でデュエットして。本当ですか。うんじゃあ呼んでくださいよ。おかしくないですか。もう本当はもう大好きなんですって僕はあの人のことが。おかしいでしょ。あのすいませんミーシャさんが来るときに私呼んでくださいってお願いされる森口ひろ子さんみたいなもんじゃないですか。みっちゃんはってことになるから。みっちゃんいてもいいですよ。いてもいいとかそういう飼い主気分は嫌です。別にあのお付き合いしたいとかじゃないですよ。ミラクルさんね。ちょっとお話ししたいんですよ。うんでもどれだけあなたが素晴らしいかって話を。あれは褒めてあげてください。あ、うん、今日それじゃあメールしとくね。あじゃあアドレス教えて。うん。あでも僕はいいや。そうだね。アドレスを知れるとちょっと面倒くさいかもね。だ清水さん経由で。うん褒めてたま。メールともになりましょう。えなるのね。だ清水さん経由で僕は清水さんに送って、うんうん、郵便局になればいいのにおかしくね。そうなんだ。どんな人なんですかミラクルさん。ミラクルさんね見るより繊細ですよ。あそうなんだ、うんうん、ちょっと怖いの。怖くないよ。怖くない人、うんうん、繊細じゃなくて天然なのが、うん、あの人何て名前だ。誰あ福田彩乃さん。福田さん大好きなんですよ。福田さんうまいですよね。うまいうまい。あれモノマネ芸が好きなのかな。ん大好きだよ。すげえこんなお笑いのベタな人ってらしい。モノマネはすごい。でも早くもう日テレ系とフジテレビ系が手を結んでほしいんですよ僕は。あ逆にね、うん、そうだね。私まあどっちも出てないから。あどっち系なんそんな人気ない。あそうだでも日テレに出たってことはもうあれなのかな。うん福田さんは日テレ系でしょ。ミラクルはフジテレビ系ですからね。本当だミラクル僕が間取り持ってもいいからとにかく一回みんなで会いましょう。間のログで出ましょうっておかしいでしょ。そうなんだよ嬉しいな。Hmm, sounds like Mr. Mitani would really like to meet Miracle Hikaru. It's a good thing that Mi-chan considers her a friend and not an arch rival. Still, I would like to be a fly on the wall at those three's first karaoke outing. But back to our first monomane comedian, Tsubaki Oniyako. Both of our hosts forgive her for the low quality of her monomane, because that is part of her appeal, even when she slaughters Bon Jovi. So, here is Bon Jovi.